パパユージのヤジカレヤマン、今週もやってまいりました。体も調子よくて、もう元気にやってます、ヤマン。昨日、おとといとね、おとつい、ハミングバードっていうね、フェスが、用宗の、広野公園であったんですが、昨日はね、ちょっと雨が降って、ちょっとジメジメした感じだったけど、それでもかなりもね、楽しい感じで、土曜日の方は結構ね、晴れてね、もうバッチリな感じで、人も結構来て、家族連れも来て、出店もいい感じで、バンドも音楽もね、いい感じで、やってましたが、やっぱり人と会ってね、話するっていうのはいいですね。久々にもう何十年ぶりに会ったね、仲間とかね、いろんな人とも会って、なかなかいい感じの、フェスでしたね。で、今度6月の頭にね、6月4号だったかな、頂っていうね、フェス、頂の集落もね、頂で使う電力、発電機全部廃油でやってるんですが、その廃油を集めるブースをね、そのハミングバードで設けてたりとかして、なんかすごくフェスとフェスのリンクっていうのがすごく、なんか自分たちもブース見て、ああいいな、こういうフェスとフェスのリンク、なんかみんなでいろんなフェスがね、共同し合って、いつか一丸となってできる時が来る時もあるかもしれないっていうね。それがまた楽しみで、とにかくだけ外でね、みんなで遊べるっていうのがもう今最高だよね、本当に。だから、ずっと天気予報見てて、ちょっと雨模様な感じで、自分が出演したのは昨日だったんだけど、うわ、雨だなーなんて思ってたけど、だけど、広野公園に来た集落は、傘差しながらでも踊ってくれたりとか、結構な人来てたね。最後はスピナービルが弾き語りで演奏して、いい感じで盛り上がってね。で、それ終わってから、最後のサウンドシステムね、サガラのサガラがベースっていう黄色いサウンドシステムドーンってあって、そこでレゲエの仲間たちで、最後ちょっと盛り上がった感じで、いや、よかったわ。自分も、ベジタリアンのね、自分でもね、食べれるような店もあったし、ガンモバーガーっていうね、知ってますか、ガンモバーガー。やっぱ有名だね。俺最近知ったんだけど。いや、もうびっくりした。こんなにうめえのあったのか、みたいな。昨日も買って、一昨日も買ったんだけどさ。すごほんで、俺もみんなに言いふらして「おガムバーガーすごいバカめ」って、「え、知ってるよ」なんて言う。いや、今もここでもあいつテレビでもね、いや、みんな知ってるみたいで。ほんと、ガムバーガーはね、ちょっと衝撃的だったね。ガムバーガーはもうインターナショナルだよ。これはもう日本だけにとどまらない。あれビーガンですよ、ガンモバーガー。てか、チョイスできるように、ビーガンじゃない人も、ビーガンの人も食べれるように、半々になって、なってるか、なってた感じで。それで、なんていうのかな、ガンモっつうの、ガンモドキだよね。ガンモドキを半分に切ってあって、しかもなんか、
特別ななんかね、まあ自分たちがリクエストしてどっかに作ってもらってるんだと思うけど、そういうガンモで中にあのご飯のこうなんつうんだあれのちょっと蹴って固めたようなやつね入っててね、うん、それで手作りマスタード、あれがまたもう最高になんか いい感じ。それでガンモドキもいろいろあると思うけど、やっぱそあの人たちのガンモドキじゃないとダメだと思う多分。うん、それ用の感じで、これね本当にね、俺もいろんなとこ海外とか外国いろいろ行ってるけど、すごいヒットすると思う。うん、下手すりゃもうファーストフードフランチャイズ、うん、いやそこまで できると思う。久々に衝撃的だったね、なんか食べ物で、うん、今ユージさんが熱くガンモバーガーを語っているので、はい、見てくれてる方もガンモバーガー食べてみたいっていう。ガンモバーガーで検索するとね出てくる、多分そこしかやってないから。あ、もう10年ぐらいやってるって言ってたね、うん、しかもそこのねガンモバーガーがあってどら焼きが半端じゃねえうまい。俺もうベジだからどら焼き食えないじゃん、卵とか入ってるね。だからどら焼きってもう俺もう何十年も食ってなかったんだけど、久々にどら焼き食って、しかもそのどら焼きもなんか生地に豆腐が混ざってるような感じで、すごいしっとり柔らかい感じで、あんこもね甘さもちょうどいい感じで、それでこう食っててうおーとかなって、で息子にちょっとどら焼きプッてあげたら、息子どら焼き食べたい食べたいとかなって、で息子の分も買いに行ってさ、で昨日もねどら焼き買いに行ったらもう完売で、うわやっぱりかみたいな、うん、美味しいもんはやっぱすぐ完売するからね、うん、だけどまあ自分がね食べれないようなやつでも結構うまそうなのいっぱいあったね。ドラム缶で パエリアやってる人とか、あの人たちもねちょこちょこ見るけどね、いろんなマルシェで、うん、あれもなんかかっこいいな。なんかよく見たらなんかフラメンコのギタリストの方がやってるっつってなんかこう貼ってあったけど、フラメンコのギタリストの方がそのスペインの文化をこう広めたくて、うん、だから俺レゲエアーティストがジャマイカ料理を出してるのとかとね同じような感じだけど、その音楽と食文化が密接にこう関係し合ってるっていうか、そこをこうそこをもこう紹介していくっていうね、うん、あとまあ友達だけどクレープ屋さんとかね、うん、クレープ屋さんも結構並んでたね、繁盛してたわ、うん、東の方からもねジャーキッチンっていうね、友達とかもみんな出店しに来てて、いろいろシールカフェとかね、まあ、結構知り合いもいっぱいね出店してて、手ぬぐい屋さんも出てたし、うん、なんかまあ紹介しだしたらもうキリがないけど、あとスピーカーとか作るねサウンドシステムのねブースもあって、そこで BMX にスピーカーがついてるやつとかもあって、うおーとかなって俺もまたがってこう写真撮ったら、それが大反響で、もうインスタでもうすごい今までにないぐらいなんかいいね来ちゃって、やっぱりいいもんはすごいんだね、みんな注目するんだな、うん、なんか本当にね盛りだくさんでね、うん、ああサンバチームとかも来てたし、うん、だから今回なんか2022年、ハミングバード2022春って書いてあったけど、春って書いてあるってことはまた秋にやるのかなみたいな、いや多分やるんじゃないかなと思って、まあ年に2回もあんなおもろい面白い感じあったらいいね。ほんでやっぱりこう今の時代にこう気を使って出店もねギューって凝縮せずに結構広い範囲で、うん、あんま密にならないようにっていう、そういう心遣いまでしてあって、うん、よかったですよ。で入り口にこう
消毒するブースがあって、みんなそこを通って入ってくんだけど、うん、俺はちょっとね、ああいうところの消毒って、ちょっとなんかアレルギーっていうか、なんかちょっともう匂いでやられちゃうから、自分でいつも持ってて、あ、忘れた、自分で持ってて自分で消毒液つけてる、ペパパつけて、うん、まあ素通りしてもいいんだけど、やっぱ やったらね、その人たちも安心するし、パパユージってやつ素通りしてたぞなんて言われてもね、あれだからね、結構気にしますよ、うん、いや気にするよ、やっぱり俺って結構なんか威張ってるとかさ、毎しょっちゅう言うけど威張ってるとか怖いとか、うん、そういうとこからもやっぱり噂言っちゃうから、あの人威張ってるから素通りしやがったみたいな、うん、そういうの気にするよ、俺結構気にするよ、うん、そうそうそうね、うん、いいですか。あ、はい、話が戻ってごめんなさい、うん、エラちゃんがですね、あのガンモバーガーさんすごい好きみたいで、いろいろおすすめを、え、誰がエラちゃんって、エラちゃん、エラちゃんが、うん、あのマスタードが手作りできるなんて驚きですよねっていうのと、あ、そうだね、人参ラペのガンモっていうのもあるらしいんですよ。あ、それはそれをぜひ食べてみてください。あ、それはね、多分今回なかったかもしれない、あ、また、うん、今回あとね、海苔のなんか、俺海苔に旬があるって恥ずかしながらあんま知らなくて、うんうん、で今が旬らしいんですよ。俺で出来たての海苔を使ってて、うん、それもそこで聞いて分かって、あ、だけど海苔って旬あるよね、それはあるよね、だけど海苔の旬っつうのは考えたことなかった。うん、いやいや、いつでもね、マーケット行けばあるから、うん、だけどやっぱ海苔の旬っていうの気にしてる人はもう出来たてのやっぱ新茶みたいな感じで食べるんだろうね、相当なグルメだな、うん、そうそう、新茶もやってますよ、うん、今新茶って言葉が出てきたんであれだけど、今日もね、今日は結構多めにやったな、今日は久々にね、こう晴れたから、晴れた日をもう必ずやるっていう感じでやってて、うん、茶葉濡れたらダメなんですよ、うん、だから俺みたいな俺三年番茶はまあ一応商売な感じでやってるけど、緑茶とかウーロン茶とかそういうのの製茶っていうのは自分用に作ってるだけなんで、そんな大量にやらないんですよ。だけどお茶農家さんっていうのはすごい大量にやるでしょ、製茶やる人たちとか製茶工場とか。だから今ね、今年はね、天気がすげえ不安定で、新茶のね、多分その刈り取りがね、結構タイミング難しいんだと思う。今があれなんだけど、雨降ったらできないし、だから今日はもうすんごい総出でやったと思うよ、今日は。うわーっと、うん、新茶うまい、かなりうまいですよ。今度持ってきますね、うん、今日持ってきたかったんだけど、ちょっと落ち着いた頃に、うん、もう一回火入れして、うん、持ってきます。成茶した時にこうできるの、荒茶っていうのができてね、うん、で出荷する時にもう一回火入れして出すんですが、うん、すると、ま、常にいい状態で飲めるっていう、うん、お茶会とかいいですね。お茶会やりたい ね、うん、この間の患者の人たちとかお誘い、あ、いいですね、番組としてやるって、うん、ここでやるって、いや、患者の杉田さんたちとか、ちょっと飲んでもらってちょっとアドバイスしてほしいですね。お茶の本職の人たちにこうアドバイスしてほしい。ちょっとガーンってなるかもしれないけど、結構本気でこうアドバイスしてほしいんですよ。こういうふうにしたらいいんじゃないかとか、うん、ちょっとこれはあれだなとか、いろいろこう聞きたいですね。うん、そうそう、釜入り茶のパイオニアのね、牧之原の方の柴本君、
いるんだけど、柴本君って、柴本君なんて言ったら恐縮しちゃうけど、もう紅茶の釜入りでね、日本一取った人だからね。いや、すごい、すごいお宝な人がいるんですよ、静岡に。釜入り茶の名手が、もう高校生の時から釜入り茶やってるって言うんだからさ。いやー、すごいすごい、うん、なんか教わりたいよね。うん、やっぱなんとなくだけど、お茶っていうのがね、こう盛り上がっていくんじゃないかっていう気もしてるよ。うん、若い集団がまたお茶に目覚めてきてるんじゃないかっていう、うん、お茶離れしてるけど、みんなやっぱり急須をちゃんと使ってお茶入れるっていうね、ペットボトルで済ませるって、そのインスタントな感じ、うん、そっからちょっと戻していきましょうよ。うん、俺中国行った時にやっぱりおーと思ったのが、若い集落でもこうちゃんとお茶を入れておもてなしてくれるっていう、やっぱおもてなしの気持ちっていうのをすごい、なんか昔の日本っていうか、そういうとこをすごいこう思い出してこう感じて、いやー、やっぱこう中国の集落ってお茶に関してはもう昔ながらの感じの気持ちでいるんだな、この人たちっつって思ったよね。うん、日本もね、やっぱお茶文化、日本のお茶文化っていうのはその煎茶の文化、うん、煎茶は日本だけだからね。うん、煎茶っつうのは奥深くて、さらに奥深いっていうか、なかなか手出せないよね。うん、煎茶もいつかやってみたいけど、一昨日ぐらいにね、煎茶の手もみ手摘みの YouTube 見たら、揉むのに5時間ぐらいかかるってなんかやってたから、すごい職人芸だなこれみたいな。うん、いつか習いたいね、そっちもね。うん、まあということで、ということでっていうか、この今バックグラウンドにあるこのうちっち祭りですが、今週末土曜日にあります。ちょっと宣伝させてください。これね、このうちっち祭り、4月30日のね、土曜日、浜岡砂丘のね、和みっていうとこ、うん、浜岡砂丘にある和みっていう場所があるんですが、うん、そこはカフェとかもあって、あとキャンプ場もあって、うん、すごくいいとこなんですよ。うん、ほいで、うちっちマルシェっていうのもあって、出店者がいっぱい来て、うん、ほいで、まあワークショップだとか、まあいろいろ、あとバンドもね、ディグダっていう、すごくこう踊れるジャムバンドが来るんですが、うん、ビクトリアさんっていうね、素敵な女性の方がこう歌ったり、ドラマが歌ったりとかね、かなりいいバンドだ、いいバンド、うん、そのバンドでセッションするんですよ今回は。うん、それがすごい楽しみで、うん、そうそう、皆さん、土曜日ね、一応ね、今日の天気予報だと一応まあ晴れだったんで、うん、でちょっと不安定でね、ちょっと天気わかんないけど、まあ晴れることを信じて、うん、ぜひ皆さん、4月30日土曜日、浜岡砂丘の和みで会いましょう。駐車場もねいっぱいあるんでね、置くとこもね、大丈夫だし、子供っちもね来てもね大丈夫なように、モバイルハウスっていう、ケトラーを改造したこううちみたいなやつ、それをマルシェのど真ん中に置いて、子供っちがそこで遊べるようにするんで、そしたらマルシェやってる人たちがこう子供っちも見ててくれると思うんで、うん、そうそう、だからなんか安心して子供っちも遊べるようなスペースも設けてあります。うん、で万が一だけどちょっと雨が降ろうが、ライブやるとこは屋根があるんで、うん、でオーディエンス踊る人たちも屋根の下で踊れるんで、うん、その中にこう
その中でも遊べるんで、うん、だから、ぜひ皆さん来てください。基本的に野外です。うん、野外イベント、うん、野外イベントはいいよね。うん、で今日ね、八重洲テレビに来たらね、けん玉の名手がいたんだけど、うん、けん玉の名手、俺はその前で、俺だって いけるぜみたいにやったから3回こう連チャンで入って、おすげえだろうなんつって思ったけど、どうなのかな、ちょっとやってもらおうか、ちょっと。突然だけどスペシャルゲスト、焼津でね、いろいろこう活動してくれてる、あのけん玉のな何さんだったか。あ、西田達也と申します。けん玉の認定会でお世話になったことがあります。なんか突然なんか言われたことがあった。俺突然が大好きだから。もうシナリオなんてないから大丈夫ですよ。考えてきてないから。いいですね、なんかちょっと無茶ぶり。そうそうそう、セッションだからね、もう毎回がセッションだから。これ先ほどね、パフェ。あ、俺やるの？一緒にやりましょうか。あ、一緒に、はい、俺はちょっとどうかな、さっきは言ったけど。じゃあここに入れましょうか、一緒に。あ、ここにね、はい、じゃあ、トメケンって技をパパイさんと一緒にやりたいと思います。はい、じゃあ、せーのでいきましょうか。はい、いっせーの、あー100発100中はい、決まり、イエーイ、イエーイ、チキシュいきます。あー、だめだ、100発100中、なんかコツは、コツはまず糸の出てるところをしっかり見ることです。まあ これがまっすぐ上がってくれば、真下には穴があるので、あとは剣先をしっかりと揃えてあげれば入るっていう、そういう理由ですね。で、あんまり手首を使わない方がいいですね。あ、使わない。手首を例えば割と固定。そうですね。手首を使ってしまってこう上げちゃうと、うん、穴の位置が結構暴れてしまって、うん、あっち行ったりこっち行ったりしてしまうので、基本的に、なんていうんですかね、そのまま膝を使って真上にこう引き上げるイメージ。うん、真下から真上に体をこう持ち上げるようなイメージですね。で、しっかりとこの糸の出てるところを見てあげて、最初こう斜めにしてあげますね。うん、剣先をこうまっすぐにしてしまうと糸にこう引っかかってしまうので、ああ、ここにぶつかったりとか。そうですね、はい、で最初ちょっと斜めにします。そして玉が上がってきたら、斜めにしてあった剣をまっすぐにしてあげて垂直で刺すっていうイメージです。ああ、これはいいメディテーションだ。はい、じゃあいきます。はい、いっせーの、はい、ああ、はい、やっぱカメラ回ってるとダメだな。プレッシャープレッシャー、これじゃ検定受かんねえな。うん、それで言うとですね、こういう向きにします。あ、こういう向きね。そうですね、はい、お皿が自分の方に向くような意味ですね。ああ、それそうですね、はい、でいきます。はい、はい、ここ見ます。はい、せーの、ああ、惜しかったね。はい、うん、もう番組終わっちゃうからな。このままやり続けたら、うん、いきます。はい、ああ、ちょ、こうだね。そうですね、こうだね。はい、いきます、せーの、はい、ああ、まあ、次回までに練習してきますよ。はい、はい、じゃあちょっと球を回してやってみましょうか。そうすると決まりやすくなります。せーの、もう意地になってきたな。そうそう、検定会の告知をお願いします。あ、そうですね。ああ、で、回り始めて、はい、おー、よかったよかった、これで番組になったぞ。やった、よかったよかった、よかったですね。いや、もうさっきは3回連チャン行ったんだよ。、うん、はい、うん、はい、じゃあ決めのポーズ、そう、決めのポーズ、はい、チーズ、イエーイ、いいですね。いや、俺たち子供の頃アメリカンヨーヨーだったけど、今はけん玉です。じゃあ告知を、じゃあパパユーさんからしていただいた方がいいですか、僕からの方がいい。あ、いいでしょ。あ、いいですか。告知してください。あ、ありがとうございます。あの、急な出演でなんか突然っていう感じで申し訳ないんですけど、一つ告知をさせてください。先ほど決まったばかりなんですけれども、5月の3日、何曜日でしたっけ。火曜日、火曜日の、17時から、午後の5時からですね、第5回目でございます。もう4回もやってるんですね。けん玉の認定会行います。で、パーソナリティは、斉藤真希さんで、私がゲストでけん玉の指導員としてやらせていただきます。で、症状がありますので、今真希さんからね、ちょっと青木さんの手です。一応ね、こんな感じです。見えますかね。ああ、いいね。はい、
でこれあの、うん、合格にをするとここに9が合格した9でここに名前が入ります。でここに合格した日にちが入って私の名前がここに入っています。これ実はですね履歴書に書けるんです。おすごい、書けます。けん玉道例えば3級とかね、けん玉道5級みたいな感じで、うん、あの就職活動とかに有利になるかもしれません。書けますの何段つったか。私4段です。4段です。けん玉道4段です。はい、あのけん玉もし生で見たい方は5月の3日17時焼津テレビにお越しください。はい、以上告知でした。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということですね。いやーよかった、入ってよかったわ。ありがとうございます、うん。椅子がない。椅子がない。いやーおもろかったな。そうけん玉ね、まあさっきも言ったけど俺っつった曲はアメリカンヨーヨーで、あの犬に頑張れたとかね、知ってる？え、知らない？知らない？こうやってこうやってさ、ヒューってやって下で空回りさせて、ふってやるとここにバコってつくやつ。股間に。無理に噛まれたって技だけど。技なんですか？いや、ほいでさ、アメリカンヨーヨーって外人が来てたじゃん。うんうん、外人が来てたからもう、あのゴールデン洋画劇場とか金曜ロードショーで、あの、もう完全に洗脳されて、もう、アメリカ人ってすげえって思わされてたじゃん、昔ね。ね、今でもそういうふうに思わされてるかもしれないけど、おアメリカ人すげえ赤い服着てコカ・コーラの人だみたいな、バーってやってハッってやってカジッ犬に噛まれたって言うんだよ。外人が外人っぽく言うんだよちゃんと。それが最高に面白くて、おいみんな小学生みんな真似してキャーって言って犬に噛まれたって言って夢出てくる。夢出てくる。だからその後バンバンボール、バンバンボール知ってる？知る。え、みんな遊んでねえなあんまり。あ、世代が違うのか。バンバンボールあれだよ、こういうなんかあの羽子板みたいなやつで、ね、バン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 ってやつ。二刀流とか三刀流、二刀流とかあってさ、それもねアメリカンヨーヨーみたいにね企んでやったんだけどダメだったね。バンバンボールいまいち流行らなかった。アメリカンヨーヨーはかなり流行ったよね。それがけん玉だね。え、けん玉の歴史って言ったらけん玉は日本ですか？けん玉は、中国。この形になって広まったのは実は広島県から。広島県だす。おお。もともとのルーツは、もともとの諸説いろいろありますけど、フランスが起源だって。フランスか。けん玉って言ったら日本だと思ってたけど、まあ一応、ね、はい、うん、この形になったのは日本、うん、え、けん玉で食ってるんですか？いや、違いますよ。けん玉は趣味の延長線上で。けん玉で食えたらすごいな。会社員やったからやって、けん玉の休暇。まあ、だけど駅前通りね、さっきも言ったけど、駅前通りこう、車でさーっと走るとね、何人かけん玉やってるんだよ。よくやってるよね。うん。いいね。ちょっと俺も。けん玉ショップもありますけど、あんまり多くはない。うん、けん玉のプロフェッショナルと今日会えてよかった。ありがとうございます。うん、いや会いたいなと思ってたんだよ。あ、本当ですか？いやいや本当、いや駅前通りのあそこら辺の州だってさ、うん、結構年齢層が若いじゃん。若いですね。そうですね。うん、そこがまたやっぱりこうこれから会津を背負っていく人たちだから、うん、そうです、ね、うん、俺も歩み寄っていきたいななんて思ってたんだよね。うん、結構マイクをね、うん、俺のね、駅前、歌のデビューが駅前通りなんだよ。駅前通りの歩行者天国の、駅前通りのお祭りで、ステージがあって、そこで俺、シャネルズのランナウェイっての歌ったんだけど、それがもう初めてのステージで、バカ受けしちゃってさ、それからもう、味しめちゃってね、今に至ってる感じ。駅前通りは俺のルーツなんだよ。うん、だから駅前、焼津の駅前通りでライブサーキット、これがもう夢でさ、うん、5店舗ぐらいでこう、その日だけ、あ、許してください、この日、あの1日だけみんなちょっとやかましいけどみたいな、うん、そういう日できたらいいなみたいな、うん、いいよね。だからあっちも行けるし、こっちも行ける、どっちも行ける。そっちではけん玉やってるね、
とかいろいろなんかあると、こう駅前通りこう全体的なこう広い範囲でこうできたらいいよね。そうです。あのたい焼き屋のとこからさ、ずっと子供館のところへんまで、ね、そうそう、なんかいいですね。みんながこうつながっていくとね、そうそうそう、なんか焼津も面白くなってきたぞ、ねえ、ねえ、本当 いろんな面白い人たちがいるから、これが一気に集結してやっていくとね、結構いい感じになるし、以前はウォーチバッシュっていうのをね、港でやってたんだけど、あんなのまたちょっと復活させたくてさ、そしたらみんなやりましょう、一緒にね、一丸となって、ウクレレの姉さんも来てもらって、やっぱステージでパフォームしたい人っていうか、やりたい人がどんどん増えてきてると思うんだよ。ほんで若い人たちっていうか、そのやっぱ10代とか20代とかもガンガン出てほしいよね。これからの人たちがメインになるような、そういう感じになっていけばいいなと思ってます。じゃあ皆さん、焼津を盛り上げていきましょう。パパユージのおやじカレーマンでした。ありがとう。